こんにちは、インリビングです。今回は無印良品の無地ホテル銀座に宿泊してきたので、お部屋をぐるっとまるっと紹介していきたいと思います。全体はこんな感じ。 G タイプのお部屋です。まずはクローゼットの中から、ハンガーとパジャマが2着あります。有料なんですけど、お洋服の洗濯もしていただけるみたいです。下には金庫と懐中電灯。このスリッパはアメニティなので、袋ごとお持ち帰りすることができます。次は洗面台。鏡がすごく大きいです。下にはタオルと、引き出しにアメニティが入っています。こちらも鏡以外はお持ち帰りすることができます。あとはドライヤーとカゴ。隣の机には本格的なコーヒーメーカーがあります。引き出しの中はこんな感じ。食器類と上のコーヒーメーカーで使えるカプセル、緑茶とコーヒーが2つずつあります。下の冷蔵庫にはジャスミン茶が2本とお水が1本入っていました。あとはお湯を沸かすポットとアロマディフューザーもあります。机の上はデスクライトとティッシュ、あと無印良品の分厚い本がありました。引き出しの中にはメモ帳とペン、これもお持ち帰りできます。お部屋の照明の明るさとかエアコンの温度とかはこのタブレットで操作できるようになっています。こんな感じでワンタッチで変えられます。どれも便利なんですけど、個人的には朝アラームが鳴ると同時にパッとお部屋の電気がついて、こんな感じでカーテンがさーっと開いたのがこう非日常的ですごく楽しかったです。こういうことにはあんまり興味はなかったんですけど、スマート家電の導入を考えるレベルの体験でした。フロントでもらえるお土産はこんな感じ。右のもしものお守りの中には非常時のしおりとホイッスルが入っていました。あとはアロマディフューザーで使えるミニアロマと、旅行に便利なトラベル S 字フック。机の上にはお菓子がありました。今回はビスケットと豆菓子、どっちも美味しかったです。ベッド周りはこんな感じ。本がたくさんあります。
このお部屋は2段ベッドになっているんですけど、下の本棚には写真集とか小説とか割と大人向けで、上の本棚は漫画とか絵本とか子供でも楽しめるものが入っていました。ラインナップもマニアックすぎずちょうどいいかなと思いました。ベッドの大きさは下が大人2人くらい寝れる感じで、上は1人用かなという感じでした。2階はこんな感じ。ベッドサイドのパネルはちゃんとスマホ用の USB ポートもありました。時計もあります。あとは Bluetooth スピーカーと空気清浄機、コンセントもたくさんあったので争いにはならないかなと思います。お部屋全体は天井も高くて空気も良くて、あと壁にかかっているテレビをつけると無印良品の店内で流れているあの独特な音楽がエンドレスで流れてきて、それがすごく癒されて良かったです。最後にバスルーム。全体的に清潔感があって綺麗でした。シャンプー類も備え付けであって、クレンジングは洗面台の方の引き出しにありました。ウォシュレットもあります。はい、ということでお部屋の紹介は以上です。感想は、ビジネスホテルとか大手のホテルみたいな至れり尽くせりなサービスを求めている方にはちょっと物足りないかもしれないなと思ったんですけど、こう旅先でもお家のような安心感というか落ち着く感じを求めている方にはすごくいいんじゃないかなと思いました。部屋の中もいい意味で情報が少ないので、過剰なものが一切なくて静かで休まるので、すごくおすすめです。はい、あと今回は朝食もつけてみたので少しだけ紹介します。ご飯はこんな感じで一般的なビュッフェでした。土地柄なのか年齢層も割と高めで、落ち着いてゆっくり食べられました。あと無印良品には関係ないんですけど、近くの木村屋さんで買ったあんパンがとても美味しかったので、宿泊に来た際はぜひ食べてみてください。ということで今回は無地ホテルの紹介でした。見てくださってありがとうございました。それでは。